カルロスソフィアピアノデュオは、スペイン・カタルーニャ・ジローナ出身のピアニストである、カルロス・ラマとソフィア・カブルジャから構成されるデュオである。カルロスとソフィアは、1987年よりデュオとして演奏活動を開始し、連弾ピアノ、2台ピアノ、オーケストラ競争曲として、ヨーロッパ、アメリカ、アジア等で演奏活動を行っている。カルロスとソフィアは、 生まれ故郷であるジローナで音楽を学び始め、バルセロナのカンサーベトリ、スペリオルでムジカゲルリーセにて最上級の学位を取得した。1992年、二人は海外留学の奨学金を取得し、エコールノーマルでミュージックでパリ、そしてザハートスクールにて教育を受けた。アメリカの大学へ在学中、カルロスとソフィアは再度奨学金を受賞。カルロスとソフィアは、 ロシア人ピアニストとブラジル人ピアニストの二人の教授に特に強い影響を受けたと話している。カルロスとソフィアは1987年に初公演を果たした。以降、ヨーロッパ、アメリカ、アジアといった様々な国々にてリサイタルを行い、国際的なキャリアを築いてきた。演奏中のカルロスとソフィア2011年2月にニューヨーク・ニューヨークシティのカーネギーホールにて。 モーリス・ラベル・ラバールセを含むプログラムを演奏。2007年3月、上海のジンマオタワーにて、アルベニス・デ・ファリア、または、テアトロ・ソリスによる、スペインスタイルの連弾リサイタルを行った。また、グアスタビーの、アセベスト・バ・ソンバによるイベロ、アメリカンプログラムをプレゼンテーションするために、ウルグアイへ招待された。また、カルロスとソフィアは、2台ピアノ・デュオ、オーケストラ、 そして連弾デュオとして、世界的に有名なオーケストラと共演を果たしてきた。2004年、カルロスとソフィアは、ヨハン・セバスチャン・バッハとザ・ヤヤ・サン・セニ・バーダアフター、インク・ワラ・ランプア、に位置する、マレーシア国際シンフォニー・オーケストラによる2大ピアノ BWV1060 競争曲を演奏。2007年、カルロスとソフィアは、ザ・ロンドン・シティ・チャンバー・オーケストラ、とともに、 連弾のためのトーマス・マッキンタッシュ、エス・コンチェルトを初演。また、2011年9月、ザ・ザ・エス・ビレッジ・ミュージック・フェスティバルにて、ザ・ステート・ハーミティッチ・オーケストラと共に、プーランク・エス・コンチェルト・イン・ D マイナー・フォー・ツー・ピアノズ・アンド・オーケストラを演奏。カルロスとソフィアは、特別イベントやプロジェクトにも参加している。2012年には、 モスクワの国際音楽ハウスにて開催されたバッハマラソンに招待された。モスクワでは3大ピアノと D メジャー BWV1063 オーケストラのためのバッハ競奏曲、そして4大ピアノと A マイナー BWV1065 オーケストラのための競奏曲を演奏。2013年にはマドリードのファンデーションジュアン・マーチにてベートーベン交響曲のコンサートシリーズに参加した。 カルロスとソフィアは連弾ピアノのためにアレンジされた第3、第4公共曲を演奏。カルロスとソフィアは JS バッハから21世紀音楽まで幅広いレパートリーを所持する。主な楽曲はフランス、ロシア、ドイツの作曲家のテイストを含み連弾とオーケストラのため編曲されたものである。また、コンサートの多くでは アルベニスト・デ・ファリアによるスペイン音楽を演奏している。カルロスとソフィアは演奏することによってジョン・カー・マイケルやダニエル・バソンバといった多くの現代作曲家と関係を築いてきた。ステージ上のカルロス・ソフィア、ジョン・カー・マイケル・トーマス・マッキン・タッシュ・ダニエル・バソンバ、フラワス・チャーボ・カルロス・ソフィアは KNS クラシカルのアーティストである。KNS クラシカルによって再発売。 カルロスソフィアピアノデュオは ABC クラシック FM カタルニアムジカラジオフランスゴアラジオプラハにてのレコーディング経験もあるカルロスとソフィアはヨーロッパやアメリカアジアの国々にて指導講義講義も行っている2001年東京のステインウェイホールにてスペイン音楽の講義を行う2005年クアラルンプールにて 音楽文学のワークショップを開催した。このワークショップはセルバンテス・ドン・キホーテの出版400周年記念を兼ねている。2009年10月、シンガポールのヤングスとカンサーベトリオブ・ミュージックとナファにて指導講義を行う。2013年4月、ユニバーシティ・オブ・テキサス・アット・アーリントンにて指導講義を行う。また、2013年6月、イタリアにて ザ・テクニック・アット・ザ・サービス・オブ・ザ・アートの指導講義を行う。カルロスとソフィアはフェスティバルやコンサートシリーズにて芸術指導を行っている。ユニセフ賞の受賞2001年事前コンサート終了後、マドリードにてユニセフから名誉勲章を受賞する。2012年25周年を記念し、スタインウェイアーティストスタインウェイアーティストとして表彰される。この功績は、 アーサー・ルービンシュタイン、セルゲイ・ラフマニノフ・オア、アリシア・デ・ラーチといった先代のピアニストたちが受賞している。2010年、カルロスとソフィアは音楽の力による人類団結を推進するプロジェクトとしてコンセール・ヨングッドを開催。コンセール・ヨングッドとは様々な都市や国にて模様される国際交流コンサートである。2013年1月、ポルトガルのポルトにて 1> 第1回コンセール4グッドを開催。カルロスとソフィアは若く有能な音楽家たちの助言者であり、音楽家としての生き方の指導を行っている。ありがとうございます。